リジェ JSP320 は、ルマンプロトタイプ3マシン、リジェオートモーティブで製作された。これは、ACO のジェネレーション 2LMP3 規定を満たすように設計されており、旧型であるリジェ JSP3 にアップグレードキットを介して更新ができる。このマシンは、ヨーロピアンルマンシリーズやインスサプロトタイプチャレンジ、アジアンルマンシリーズなど、 世界中の LMP3 選手権に参加できるように設定されている。この車は2019年6月4日に発売され、最初に発表された JR MP3 マシンだった。2018年5月23日、フランス西部自動車クラブは2020年ジェネレーションツールマンプロトタイプ3規定の概要とオンロークオートモーティブ、デュケーヌオートモーティブ、 アデス AG とジネッタカーズの4メーカーのシャーシが新規定のホモロゲーションが認められたと発表した。2019年2月7日、ACO は新しい第2世代ルマンプロトタイプ3規定を発表し、2021年までに完全に施行され、2020年から2024年までレースが行われる。旧型であるリジェ JSP3 は LMP3 カーが サルトサーキットでのレースを想定していなかった時にリリースされた。そのため、マシンはエアロダイナミクスにあまり重点を置いておらず、特に後に発売された LMP3 マシンノルマ M30 に比べて最高速度が低くなっている。そのため、リジェの設計部門はエクサコーポレーションと協力してマシンのエアロダイナミクスを最適化し、 すべてのサーキットで車が効率的に動くようにした。この車は95%が新しいボディワーク、オーリンズダンパー、改良した冷却システムを備えている。さらに、新、第二世代規定に従って、トラクションコントロールが導入され、運転席のヘッドレストとシート、およびザイロンのサイドパネルなどいくつかの安全関連の変更が加えられた。新エンジンである、 日産 VK56 も導入され、35馬力パワーアップされた。この車は発表に先立ってマニクールサーキットで最初のシェイクダウンが行われた。リジア JSP320 テクニカルスペシフィケーションズ。2019年6月23日閲覧。キルシャー2020アップグレードフォーカスド LMP3 レギュレーションズリリースドスポーツカル365。 sportscar365.com2019 年6月23日閲覧リジアリビール JSP320NEXT GENERATION LMP3DAILYSPORTSCAR.com www.dailysportscar.com2019 年6月23日閲覧 ロイド ACO Confirms First Details of 2020, LMP3 Regulations SportsCar 365.sportscar365.com2019 年6月23日閲覧 2020LMP3 Regulations Revealed DailySportscar.com www.dailysportscar.com2019 年6月23日閲覧ダギスリジアリビールズネクストジェニー LMP3 カースポーツカル 365sportscar365.com2019 年6月23日閲覧ありがとうございます